2022年4月、東都大学野球春のリーグ戦で3期ぶり27度目の優勝を果たした大学野球界屈指の名門校、亜細亜大学硬式野球部。その実績からこれまで多くのプロ野球選手を輩出してきました。しかし、その一方で軍隊や地獄と形容されるなど、練習や人間関係がとても厳しいことでも有名です。そこで今回は亜細亜大学硬式野球部の地獄の噂について紹介します。地獄の練習量。亜細亜大学硬式野球部は練習量がとてつもないことで有名です。 OB である元阪神赤星憲広氏は以前テレビ番組で1500メートルを毎日10本走ってから野球の練習が始まると証言。さらに朝8時半からグラウンドの草むしり、9時から野球の練習が始まります。授業のない日は20時までひたすら練習。休みも数ヶ月に一度あるかないかで、赤星氏は休みの記憶がほとんどなかったとか。そのあまりの厳しさから練習中の嘔吐は当たり前、多大の野球部に練習風景を見せたらドン引きされたなど数々の伝説があります。さらに赤星氏は自助外で、あそこに入って野球を始めた日から終わる日まで一回も良かったと思ったことはない。もう一回あの4年間をやるかと言われたら絶対に無理。何億とお金を積まれても無理。もう思い出したくもない。など辛辣な言葉を多く残しています。これらのエピソードからいかに亜細亜大学の練習環境が厳しかったのかがわかります。さらに亜細亜大学の厳しさについては現在、プロで活躍中の現役の選手たちも多く語っています。例えば、ロッテの藤岡雄大選手は、練習もきつかったし、何度も逃げそうになった。野球をやめたいと思ったことは山ほどある、と語り、横浜で活躍中の山崎康明選手は、当時のことについて問われると、間髪を入れることなく、きついっす。絶対に普通の人では耐えられないと思います。朝5時に起きて、アップをしないで5キロ走るとか、かなりぶっ飛んでいるなと思いました。と、当時を振り返りました。ちなみに、山崎選手といえば、ファンに対しても紳士的な対応を見せるなど、優しい心の持ち主としても有名です。ただ、その優しさから、当時は山崎選手を心配する声は少なくありませんでした。山崎選手が亜細亜大学への進学を決めた頃、すぐ辞めてしまうのではないか、などといった声が、アマチュア野球界ではよく支えかけていたそうで、実際、山崎選手本人も、周りから、お前、多分アジア辞めるぞ、と、たびたび言われますが、その都度、それしか道はない、と覚悟を決め入部に至るのでした。こうした強い思いがあったからこそ、山崎選手は4年間の厳しい練習に耐え抜くことができ、プロ入り後、ルーキーイヤーからクローザーとして抜擢され、大活躍できたのではないでしょうか。ちなみに、亜細亜大学出身の選手には、教員免許を持っている選手が多く、例えば、先ほど紹介した山崎選手や、同じ横浜の峰井宏樹選手、ソフトバンクの東浜直選手などがいます。なぜ教員免許を持っているのか、これは厳しい練習から逃れるためだと言われています。現役時代、中日、巨人で活躍した井端弘和氏は、教員免許を持っている理由として、より多くの授業を受ける必要がある上に、教育実習にも行くので練習を回避できるから、と述べていました。このような厳しい環境下では当然入部を辞退してしまった選手もいます。例えば、現在巨人で活躍中の吉川尚輝選手がその一人です。吉川選手は当初、岐阜中京高校から亜細亜大学への推薦入学が内定していました。そして、高校3年時の2月、沖縄キャンプに招待され参加します。しかし、そのあまりに厳しい練習に戸惑った吉川選手は、自分で帰りの飛行機を予約し帰郷。一度は野球を続けることを諦めたものの、3月に中京学院大学の入試を受けて、急遽進学先を変更したのでした。このように、厳しくて辛かったと語る選手や、入部を辞退してしまった選手がいる一方で、真逆の感想を述べている強者もいます。その選手は、現在ソフトバンクで活躍中の松田宣浩選手です。とあるインタビューで、亜細亜大学での4年間について問われると、よくアジアの野球部は厳しいと言われますが、僕は厳しいって思ったことはないですね。人間的に成長させてもらいました。あの4年間が今を作っている、頑張らせてくれていると思っています。いい時も悪い時もありましたが、チャレンジできる精神力を作ってくれたと感謝しています。4年間熱い気持ちを持ってやってくることができました、と語っていました。厳しい上下関係。
アジア大学硬式野球部は練習もさることながら上下関係にも厳しいことでも有名です。例えば寮生活のルール、1年生は同部屋の上級生が戻る際正座で出迎え、直ちに靴を揃えなくてはなりません。井端氏はそのことについて、ドアが開いてから動いたんじゃダメだから、ずっと正座で待ってないとと語っていました。上下関係の厳しさは寮を出ても緩むことはありません。 1,2 年生はジーパン禁止、ジャンパーは腰上まででお尻が隠れるのはダメなど、服装についても厳しいルールが存在。また電車で座るのも禁止。さすがに電車で座るくらいならバレないだろうと思うかもしれませんが、ある日電車に乗ったある部員が前後の車両に先輩がいないことを確認、よっしゃーと着席。ところが先輩が踏切に立って見張っていたためバレていたというホラーなエピソードもありました。アジア大学に多くの選手が集まる要因、世間からアジア大学イコール厳しいという目が向けられる中、なぜアジア大学に多くの選手が集まるのでしょうか。その要因としてアジア大学硬式野球部の監督を務める生田勉監督の存在が挙げられます。生田監督は人としての心や礼儀に対して厳しく指導しています。例えば挨拶をするなら歩きながらではなく、立ち止まって相手の目を見ておはようございますと言った方がいい。同じようにご飯を食べてごちそうさまというのだったら、二言目に美味しかったですと続けば、言われた方は作ってよかったなぁと次につながるんです。そういう礼儀についてはうるさく指導しますと、野球のプレー以外の部分についても厳しく指導しているのです。さらにアジア大学の選手は毎日手書きの野球日誌を生田監督に提出します。部員に野球日誌を提出させる目的について、今は大学のレポートもパソコンでパッパとできちゃう、誤字脱字もソフトが指摘してくれます。昔はラブレターでもいろいろ考えて自分の思いを書いたでしょう。今の子は気持ちを手書きで綴るのが苦手です。投げれば10分で終わることを入寮してきた1年生は1時間、1時間半かかってしまう。誤字脱字があればやり直しさせます。すると相当時間が割かれてしまう。なぜアジアは厳しいと言われているのかをリサーチすると、自分の自由時間が削られてしまうからだという。だけどずっとやり続ければ人前で思いを堂々と伝えられるし、心は強くなれるんですと語っています。ただし心を鍛える取り組みは厳しいものだけではありません。遊び心を重要視するのも生田監督ならではの指導方針です。美術館や吹奏楽のコンサートに出かけることもあるそうで、美術館や吹奏楽のコンサートに行くのも体を動かさなくても目で見て耳で聞いて鳥肌が立つ、映画でも音楽でもそれを味わってほしいと、心を鍛えるためには五感をいかに使えるかが大切と語っています。このような生田監督の指導方針は実際選手に対しても大きな影響を与えています。ロッテの藤岡選手は、一人の人間としてどうあるべきか、ユニフォームを脱いでからの人生の方が長いからどういう人間でいられるか、社会で通用するような礼儀や目配り、気配りを生田さんから教えてもらった、それは今でも本当に財産になっていると感謝の気持ちを語りました。これだけの厳しい環境でありながら毎年多くの選手が集まるのは、それ以上に人として多くのことを学べるという点も一つの要因として挙げられるのではないでしょうか。ということで今回はアジア大学硬式野球部の地獄の噂について紹介しました。他にもアジア大学硬式野球部の厳しさを象徴するエピソードや OB の声などがありましたが、今後の動画制作に役立てたいので、ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは。